はい、おはようございます。シャチくんでーす。よろしくお願いしまーす。では、ポケモン一匹縛りプレイ、色違いラルトスバージョンね、続きやっていきたいと思います。まあ、というか最終回。あいつさっきこっち向いてなかったら動くのか。まあ、最終回なんですが、ラルトスちゃんね、まあ、戦っとく？アークタイプに対する技がないと、いう問題点を抱えて何も解決しないまま進んでいるんですが、あの未来予知があるか。え、未来予知ってさ、当たんのかな。3世代目だと当たるかな。2世代目は当たるよね、確か。それを信じて未来予知をするのもありか。今悩んでるんですよね。だから未来予知と、まあ、秘密の力で悩んでますね。どうしよっかな。あー、まあ、未来予知が当たるんだったら、未来予知でいいのかな。でもせっかく意地っ張りだからな。せっかくっていうのが合う。ポケモンじゃないような気もするけどね。せっかく意地っ張りだから物理技あってもいいけどな。でもあのメザパの地震の威力を見たらやる気しないよな。弱すぎたよね。まあいっか。まあでも10万ボルト、まあ瞑想と催眠術と10万ボルトで頑張ってもいいんですけど。はい、地域ですね。サメ肌。挑戦はサメです。水中のサメ、てか、ほんとなんで冷凍ビームも覚えないんだろう。この容姿で。あの、ヌーベイに出てくる雪女の子にめっちゃ似てるじゃん、だって。名前忘れちゃったけど。あれ、小学校ぐらいの時めっちゃ好きだったな、あの子。可愛かったな。まあ、あんまり覚えてないけどね、正直。イバール。ちょっと。噛みついてこいよ、普通に。やめろよ。意地っ張りだからダメージ増えちゃうから。わけわかんの。はい。よし、オッケー。素晴らしい。10万ボルトのあの電撃かっこいい、今の。丸いやつ。マーズジケルドンみたいな。見た目のやつ。かっこいい。ああ。よーし、そしたらまあ自信はいらねえか。さっさと行きましょうかね。めっちゃ走ってる。かわいいな、はるか。めっちゃ。横の走り方可愛くない。あ、終わっちゃった。青霧さんね、今日今仕事終わりに撮ってるんですけど、女子高生の子がさ、なんか推しの、まあ推してる、まあ某有名会社、うん、まあいいや、まあかっこいい男の子集団の子がなんか辞めるかもみたいな噂が流れてるらしいんです。うわで、なんかすごい悲しい顔してたんだけどさ。あと目が腫れぼったくなってて、なんか最初に俺にその話されたんですよ。なんか辞めるかもしんないって噂が流れてるみたいな。もしかして、だからそんなに今日目ちっちゃいのってまず言ったんですね。うん。もしかして泣いたのって思って。ああ、思ったとか言って、なんか目めっちゃちっちゃいよって言ったら、もうずっと泣いてたみたいな、こと言ってきて、ああ、きしょいねって言ったんですけど、それはきしょいよって言って、で、その後、まあ、あ、そういう間柄ですよ、ちゃんと。なんか、普通に、本気のトーンで言ってないよ。いや、それ、キモすぎだよね、みたいな、なんか、冷たい感じじゃないですけど。いや、まあ、わかんない。相手がどう思ってるかは、まあ、さておきね。まあ、ジョークでやってるつもりではいるんですけど、まあ、本当に泣きそうでしたね。私も、本当に、あの、あれの人が辞めたら、なんちゃらかんちゃらみたいなのをずっと言ってて、まあ、その度はキモいわーって言い続けたんだけど。
本当に傷ついてる可能性がある。本当にやめたら、あのビデオ通話するわって言っときました。ビデオ通話して泣き顔をスクショして、あのこのお店のグループラインに貼り付けるわって言っといたんですけど、苦笑いしてたな。いやほんとさ、でもまあまあまあ推してる子がね、まあ俺もな、去年出会った私のお気に入りにね、出会え、会えなくなった2、3ヶ月はかなりね、かなりへこみましたけども、うん、悲しかった。だから逆にな、逆に今さ、そうお気に入りを探してる今この瞬間が一番楽しい説はあるよな。これのめり込んじゃうんでね。はい、まあそんな話はさておき、かようが。はい。いや、そう。それ前もそういえばさ、まあその子は今日来たからいいんだけど、前なんかその、推してるグループの解散が決まった時に、次の日ね、出勤してこなかったやついたんですよね。さすがにきしょいなーって思ったけど。うん。そんな、おえつして泣くほど、まあ、おえつして泣いてるかは知らんけど、泣いて出られないぐらい泣くて。いや、それほど好きなのはすごいなとは思いますよ。うん。あ、俺が使いたい技。太陽がより使えそうだけどな、冷凍病。全然食らわない。うん、そいつな、いたな、あいつ。うん、まあ、それから干しちゃったんだけど。あー、倒せない。避けるんだよね。いや、こっからみくりまでは余裕なのよ。とにかく。まあ、とりあえず、今回の鬼門となるのは、あれ。あれよ。あの、かげつさんね。かげつさん。はい。再び眠りについたと。一瞬だったな、なんか。じゃあ、みくり戦行きましょう。はい。そしたら、ルネジムね、行きましょう。あ、そういえばさ、俺そう、これずっと思ってることあるんですけど、いや、なんかさ、あれ、まあ、男のさ、まあ、男のっていうのかな、おじさんなのかな、まあ、わかんないけど、がさ、なんかまあ、女性アイドルグループとか、まあ、応援しているとさ、まあ、キモいみたいな風潮あった時あるじゃないですか。まあ、今はね、今はだいぶマシよね。なんかジーパンポロシャツインメガネ、バンダナリュックの人たち世代ね。まあ、もうごめんなさい。該当してる人いたら申し訳ないんですけど。まあ、俺は思ってないですよ、もちろん。うん。まあ、自分もその属性なんでね。うん。俺、あれさ、俺全然納得できないんだけど、別に女の人でも一緒じゃねって思うんだけど。あ、悪これ。あれ何なんだろうね。男の人が女の子を推してるの、ちょっとキモいみたいなのあるけど、逆はそう、あんまり言われないよね。言われてんのかな？どうなんだろう？俺の周りに言ってる人いないだけかな？なんか別に一緒やんって思うんだけど。なんか思ったよりウケるし、回復されるよね、これ確か。うん、そう。あれ納得できないんだよな。でもまあ確かに、確かに、あれ、あ、ちょっと名称使うわ、もう。女の、その、アイドルグループオタクの人の方が、いなりに気を使っているような気もしなくはないですけど、はい。クソがよ、本当によ。はい。ということでね。また急所で負けたなぁ。あ、でもこのパターンがさ、あるんだよなぁ。あー、ていうか氷の下に落下して、レベル上がりました。トレーナーと戦ってきました、下の。花園にね、落ちてましたよ。うん。まあ、やっぱ悪口を言うなって話ですね。そう。
まあ結論、まあどっちもキモいでいいんじゃないですか。まあそもそもそういうこと言わなきゃいいんだよな。そう、どっちもさ応援してるでいいじゃないですかね。まあわかるけどね。でもあれはな、印象操作だったよな、だいぶ。ね、メディアのね、電車男が流行った時期ぐらいね。よし。あんな、でもあんな露骨なオタクって、まあ本当にいたか。まあいたね。周りにいたわ、そういえば。半々ぐらいだったと思うけどな。あ、もう一撃かな、全部。まあでも、ナマズンってさ、攻撃高いのかな？でもタイプ1自身か。まあ、タイプ1自身、食らえばそりゃ、60ぐらいは受けるか。まあそうね。ヒロカロスさんは悪いんですが眠らせましょう。まあこの技構成でとりあえず四天王は行こうかな。陶器を超えた後も大丈夫なのか問題あるけどね。目覚めが早いけど、これは耐えて、しかも、先生こっちだから勝ったね。あっさりだったな。まあ、そりゃそう。だって10万ボルトあるし。オッケー、やりました。いいね。レベル上がる？ 52 と。こんな感じね。まあまあまあ、でも攻撃も言うて107もあるよ。52レベルで。まあまあよな。移り技使ってもいいかなって気にはなるよね。どっちの方が与えるかな。でも、公開魔一つ10万ボルトって、威力な？ 47.5？ だとしたら、秘密の力の方がいいのか。いや、でも、後戻りできないからな。はい。はい。ということで、チャンピオンロード最新部ね、行きましょうか。いや、途中で粘土ウォールのトレーナーと戦った時、沼ったな、だいぶ。うん、やる技なくてね。あー、ノクタスじゃん。やる技ないのよ。いや、だから結局、瞑想して再起でご利用したけど、いや、どうなんだ、これ。でも結局、どっちがいいかな。秘密の力あった方がいいんじゃねえかな。あー、思ったよりは耐える急所。いや、でも急所じゃなくてもまあまあ与えるのかな。ノクタスって特防低いのかな。いや、強すぎー。回復してくる？これ、ノラトレーナーがさ、回復してくるのマジでだるいんだけど。そんな気軽に使うなや、回復の薬。はい。いや、ちょっとこれ、PP がなくなっちゃうもん。あ、外れたか。びっくりした。効果ないのかと思った、一瞬。まあまあ、受けるよね。やばいな、これ。ノラトレーナーのノクタスが強い。こいつに苦戦したこと今までなかったのに。もういいか、瞑想しよう。やっぱ、積み合わさないと無理だな、ルビサファは。そう。これは、ネオハル、知らない技。何してくんの？何それ。手から養分を吸い取った。なるほどね。相手から HP を取らない宿り木みたいなもん。え、根を張ると宿り木の種やったらどうなっちゃうのじゃ。めっちゃ回復するってこと？うざいじゃん。そういう戦法ありそうだ。毒毒根を張る宿り木の種。まきびし。対戦で使われてそうなモンスターですね。魂打ちか。いや、もう、しんどい。あ、そうか、瞑想してんのか。いや、四天王でもさ、多分この戦い方にはなると思うんですけど、空所で負ける未来しか見えんのよな。あと、物理技で強いの来たら負けちゃうよね。誰かいたっけ？まあまあ気軽に破壊光線とかやってくるからな。ああ、みつるくんね、行きましょうか。この、
最後に戦った時から何にも出会ってないのに急に強いミツルくんね。はい、チルタリス、チルちゃんか。はい、最近3発しかねえけど大丈夫か。やれ。あー無理かー。竜の舞ね、強いですよね。バイアサとこ、あーうざいですね。あ、いい傷薬か。まあそりゃ人んちのお父さんからモンスターボールもらうわ。やんないかなこれ。やんねんだ。いや PP が足んねえなこれ、明らかに。あと4回しか攻撃チャンスがない。すでに足んないんじゃないこれ。まあ、PP アイテムを使うしかないですね。あ、足りるな。お瞑想するか。ああ、そうね。はい。外すんだよな。何それ。かわいい。何それ。何一個前と同じ技やるみたいな、そういう感じ。歌う。どっちが先に当たるか勝負する？ひどくない？あ、違うか。神秘の守りか、今。やべえ。またやった。恥ずかしい。神秘の守りじゃん。外れたって出るなよ、じゃあ。俺が勘違いしちゃうじゃん。神秘の守りで、今は眠らないとか、そういう親切なテキストにしてほしいわ。はい。甘えるね。エネコローローってこいついつも瓦割りで一撃で粉砕してたからさ。どの道当たんねんかい。こんな変な技使ってくるんだ。何それ猫の手って。全然俺が思ってたのと違う。何猫、なんで当たんないの。歌うのがめっちゃ低いだろバカが。ひどいな。まんねえわこのゲーム。何この技だから。なんでマジカルリーフやってくんの？いや、全然弱いよ、そんで。あ、やっとだわ。これ、いや、もう催眠術いらないまであるような気がしてきたんだけど。催眠術っている？弱くない？催眠術って。実際のところ。どうだ？催眠術、いや、悩ましいな。はい、でも物理技覚えたところでよな。うざいな。なんで猫が歌えるんだ、そもそも。猫歌わないだろ。猫っていうかなり強力な動物を使ってるくせに、あんまり目立ってないポケモンのくせに。わかんないけど、人気あるのかもしれないけどさ、俺は存在知らなかったよ。エネコロロって4世代目以降出てきてるの？あ、レアコイルね。どの道倒せねえじゃねえかよ。無理だろ、これ。ワンチャンある？あ、あったわ、急所。ありがとうございます。残り2体が10万ボルトで倒せる敵なのかがわかんないな。いや、無理じゃん。やってみろ、一応。積んでるしね。やれ。あー、無理か。だよね。はい、まあ、おとなしく PP 回復しましょう。はい、いい傷薬。PP アイテムがあと PP エイダーだけになっちゃったな。大丈夫かな。なんか勝てない気してきたんだけど俺。まあ、ゴリゴリに瞑想使ってやろう。なんかもう、いや、やっぱ青い方が可愛いよねこれ。いや、黄緑も可愛いんだけどさ。あー、急所ね。なんか急に急所めっちゃ出すな。今じゃねえんだよな。よし、ということで。ま、かなり不安しかない。はい。ま、とりあえず普通に行ってみようかな。お祝いしてください。てんてれーん。ありがとうございます。トレーナーよ、己とポケモンを信じて進みたまえ。なんか随分上からだな。まあ気にせず行きましょうか。今日も相変わらず一本グソが頭に乗ってますね。健康そうな色してるし。
はい。ぐらいなからね、行きましょう。まあ、とはいえ、ダーティングと、なんだっけ、あいつ。サボテン。以外は、等倍で与えられるよね。あ、一撃は無理。あ、砂かけ。それは厳しい。ほらね、俺もうなんか一発目絶対外すんだよなー。つまんねえなー、これ。あー、でもやっぱダメージもそんなないなー。特防下がったけど。はい。いや、まあ、まあ正直この、今回勝てる気全くしてないんで、なんかあんま、うん。あんま真剣にやってないわ、今。で、あ、ノクタスねー。いや、こいつなんよ。一応眠らしとく？外れるんだよね。まあ、分かってた、分かってた。はいはい。バタ法師ね。素早さガクッと下がっちゃったじゃん。あ、でも46レベルか。さっきのエリートトレーナーとあんま変わんなくね？めっちゃ受けるんだけど。ビビるぐらい受けたんだけど。あ、特防下がったか。そうだわ。そうなんですよね。いや、俺なんか催眠術いらねえ気がしてきたんだけどな。いや、でもあれだな。あれに勝てないわ。あ、思ったより与えんな。目覚めが早い。あれ、メタグロスに勝てないよね。あー、はい、とりあえず負けたね。普通に負けた。あ、はい。まあ、とりあえず普通に瞑想積みますか、そしたら。まあ、瞑想使ってあまりにもあっさり勝ったらないパターンも取ってみようかな。まあ、勝てたらね。はい。おーい。ああ、もう無理じゃん。もうムカつくな、これ。あ、当たんの？あ、そう。なんかやる気ないよな、こういうのって。なんか、人の心をさ、なんか、いや、普通に外して砂かけってすごい嫌だよな。ダメな上司みたいだな、このゲーム。やる気をそぐだけでね、理不尽なこと言ってきて。自分もできてないくせに、ミスは人のせいにしてね。上司の、さらに上の上司にだけ、なんか、こびへつらったりね。俺がめちゃくちゃ嫌いだったやつの話なんですけど、これ。うん。最終的にそいつにめちゃくちゃ歯向かって、こいつとは働けないって社長に直訴したんだけど。うん。そしたら俺の方を擁護してくれましたね。懐かしいな。あー、そっか。俺何回やったっけ？忘れちゃったな。瞑想3回で倒せない。まあまあまあ、いいでしょう。回復の薬。あと砂かけがね、今やってるからな。もう一回使ってくんのかな？あー、使ってこないね。魂打ち。特防が下がってない状態だと、あ、全然受けないな。やっぱ強いな。元が高いからさ、1段階下がるだけでめっちゃ減るんだろうね。割合で下がるんだもんね、多分。ほんで次は？カメハダ、ここはありがたいね。いやー、素早さが高い。バルか。カメハダ48の方が早いんだ。そんな早いんだっけ？100ぐらいあるんだっけ？なんか教えてもらったけど忘れちゃったな。あの、ちゃんと当てんのは偉いぞ。耐久力がないのだけは、覚えている。よし。雨肌もちょっと使ってみたいな。かっこいいもんね。アーブソルね。はい。で、ま、10万、ああ、剣の舞ね。かっこいい。剣の舞のアニメーションめっちゃかっこよくなってんな。あ、やべえな。混乱してるし、命中も下がってるし。アウチ。素早さも下がってるし。やばいよ。物理はさあんのあいつ。あ、こんな溶けた。あ、当ててるね。オッケー。アブソルってかっこいいよな。使、アブソルいいじゃん。アブソルでやろうかな。アブソルいいよね。
でも色違いはね、なんかレベル30ぐらいのしか持ってないから、卵産めんのかな、あいつ。卵産んで、アブソルやろ。アブソル当てもダメだ。陶器で負けちゃうわ、また。いや、そうじゃん。陶器うぜえなあ。あ、いいね。当てろよ。よし、オッケー。とりあえず、瞑想を、まあ、4発積みたいね。まあ、積めば、勝てると簡単に。いいですね。でも、やっぱ、ほんと、メザパだったよな。メザパでさ、まあ、氷がベストだったよね、多分。そしたら、花月も、ここもいけるもんね。ああ、まあ、あと、不要。まあ、不要は、サイキネでいけるし。あと、クリームさん。クリームさんは10万ボルト。やっぱなぁ、メザパ氷だったな。あ、だからエメラルドでさぁ、あれだよね。え、これ、でもプレッシャーがきついな。エメラルドで、あ、無理か。冷凍パンチ覚えさせたらだいぶ強いな。はい。いや、シャドウパンチね。あ、ここやばいじゃん、普通に。あんま考えてなかったけど。普通にやばいじゃんね。最近ね。サマヨールね。あ、サマヨールといえばさ、俺実はこれ、本当はさ、サマヨール最初にやろうと思ってたんです。そしたら最初に覚えてる技が、ナイトヘッドしかなくてさ、あれだったのよね。いやー、あ、ジュペッタってそんな強いの。はい。はい。戻ってきましたと。なんかジュペッタってさ、強くね？あいつ攻撃力高いの？なんか強いんだよな。あ、もう花月は普通に瞑想をね、積みまくって感じました。もういいです。あやぴかねー。あ、そう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 。大変ほんと、さまよるっていうか、なんだっけ、よのわる？よまわるか。よまわる。あー、呪いかー。いやー、だとしたらもう一撃で倒すしかないもんな。いや、一撃で倒すっても4世代目はダメか。いやー、まあ、一回あー、そっかー、ミスったな。まあ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 。一撃で倒せんならいける。やろうと思ったら最初の、何？最初のなんか短パン小僧みたいなやつの、ジグザグマにやる技なくてね、積みましたね。で、やめました。で、ラルトスにしたら、あの森の中のね、ポチエナでやる技ねえやん、一緒じゃんってなってね、大抵だったね。そんな思い出、こいつは。45って耐える？呪い。ちゃんと見てなかったけど大丈夫そう、俺。45、今、どうなんですか？耐えるよね、多分。よし。はい。あ、シャドーボールね。どんぐらい受けんだろう。ハマヨールは大丈夫だね。大丈夫はなーい。特防下がった。いや、待って。83。80、おお、積んだ。あー、いや、乱数。乱数あるだろ、乱数。シャドーボール、はい。87。また特防下がった。もう、それはどうでもいい。87。あー、いける。倒せばいける。倒す、か、な、あ、いやいや、シャドーボール覚えさせてもいいっちゃいいけどな。いや、ダメだよな。いや、無理だよな。いや、冷静に考えて無理だわ。はい。ということで、ね、3回ぐらい花月に負けたな。強いんですけど、60レベルになっちゃったよ、だって。はい。よし、オッケー。ダーティングがね、強かったなぁ、とか、花月はさ、あれ、グラエナだっけ？砂かけとダーティングの
影分身がハマるともう勝てない、普通に勝てない。これ2回積めば勝てそうだったよね。とここ上がった。甘いもの2体で食ってくんのマジできついんだけど。そういえば TP がちょっときつすぎるよな。あとは再起ね。これでいけんじゃないかな。最後のサマヨルも多分いけそうだもんね、これで。で、ジュペッタ。ジュペッタもちょっと気になるな。ゴースト単体？いや、でも、あいつ弱まるみたいに、弱まる？弱まる？ゴースト技しかなかったら進めないかな。最初から悪あがきにするしかなくなっちゃうから。ちょっともうそういうモンスターはしばらくちょっとサーナイトやったからやりたくないな。次もうちょっとなんかすごいスムーズにいくやつやりたいな、ほんと。毎回それ言ってんだけどさ、なんかいいやついないんだよな。3世代目でいいのいない？なんか、いや、やっぱアブソルかな。アブソル良さそうだよな。いやー、悪、え、なんかゴースト悪なのこいつ、知らなかったわ。なんか弱点がないことしか知らなかった。ゴースト悪か。メロメロになっちゃったよ。ゴースト悪ね。わかったわかった。闇ラミもいいんじゃないの？どう？闇ラミは。あの、隠れ音リクエストいただいたな。あと、鬼氷もいただいたけど、ちょっと鬼氷はやれないですね。陶器に勝てる未来が全く見えないんで。はい。じゃあ、プリムさんね、行きましょうか。ここは大丈夫よね。ここは、瞑想いらないんじゃないかなって思うけど、PP が足りなくなりそうなんで、もう積みます。もう私は、積み技を使います。鬼氷。氷。こいつ、氷岩なのかな？ああ、外れた。あられやられた。あられ効かなそうな見た目してるけどな。これアニメーション長くて嫌いなんだよな。はい。あ、鬼氷ってそういえば種族値全部80ってこの間聞いたな。なんでこいつなんだろうね。なんかあんまり、なんか、鬼氷ってなんでアニメでもさ、採用されたのこいつ。なんか、普通、シンプルに結構気持ち悪くない顔。これあのタイプの歯嫌いなんだよね。あのギザギザタイプの歯。ギザギザっていうかなんか、いい、いいってやってるタイプの歯。怖いなんか。怖いです。ああ。まあ、これあと、ボーマンダーぐらいかな、怖いの。ボーマンダーとコメットパンチか。これ以外は大丈夫だと思うんだけどな。負けたらだるいな、正直。これはもういけるっしょ。暗いな。挑戦80。こっちは、オッケー。130かっこわら。いじっぱりだからね。で、な、鬼氷ね。なんで鬼氷からなんだろうね。なんで鬼氷からなんだ？わかんないな。あ、オッケーオッケーオッケー。いや、もうこれ、うん、まあ、もうしょうがないよね。いや、瞑想積まないパターンもあってもいいのかなって思うけど。もうしょうがない。まあ、フラッシュっていう手もあるよ。ひまわりの悪夢再びになるけど。ヒマナッツのね、俺の。天下の宝刀フラッシュになっちゃう。フラッシュ影分身。まあ、やっぱメザパだったな。いや、なんかもう一撃だな。ベースを積まないにしても、どうせ80レベルぐらいになって一撃で倒すようになるだけだもんね。はい。で、言い訳をしながら、俺は瞑想を使い続けます。あ、トドゼルガーも一撃か。すごいね。やりました。あとは、カゲツと、ダイゴね。まあ、両方、やばいやつはいるけど、どうなることやら。行きましょう、カゲツ。
プテンの最後の一人と、カイエットさんかっこいいよな。あー、そういえばあれもな、やろうと思ったんだよな。ナックラー、ナックラーだっけ。なんか何かが理由でやめたんだよな。技が弱かったんだよな。技がとても陶器に勝てる技じゃなかったんだよな。こいつは何やっていくんだろう。瞑想一回だけ積んどこうかな。岩石封じか。なんか素早さ下げてくる技もなんかみんな持ってんね。うざいわ。あ、でもまだ勝てるわ。さすが。まあ、コモル遅そうだもんな。うわー、出たこの鳴き声。ヘッドホンつけてやってるからさ、めちゃくちゃ鮮明に聞こえて気持ち悪いんだよね。ドラゴン、あ、地面か。うえ、あ、そっか、素早さ下がったのか。砂かきはマジで良くない。TP がない、とにかく。フライゴンはどう？落とす？あー、落とすか。オッケーオッケー。瞑想1段階積むってさ、どんぐらい上がるんだろう。意地っ張りをチャラにできるぐらい上がってんのかな。まあ、上がってるか。はい。あ、解放者か。なんでだろう。空を飛ぶんだったらちょっとやばいなって思ったけど。160。あははははは。マジで？いや、瞑想一回積んでるとはいえ、そんなに受けない。そんなに強い、急に。そっか。ああ、じゃあ、やっぱ瞑想なくてもいけんだな、多分。うん。まあ、最後の技、シャドーボールかなんかにして、まあ、いけそうっちゃいけそうっすよね。まあ、やんないけど。へへへは。うん。まあ、そうすれば PP も足りそうだしな。あー、そっか、火炎放射あんなもんか。それは意外だったな。ドラゴンクローだ、倍ぐらいしか受けないでしょ。で、チルちゃんね。はい。あー、アイテム積んできた。素早さ元から負けてるから、実質攻撃が上がってるだけですね。はい。落とすかな？チルタリスの能力値知らんけど、あんま。マジか。意外と落ちない。まあ、回復を読んでいました。いやー、当てろよ。さすがに。あ、オッケー。あ、待って、これ。フライゴンって2体いなかったっけ？あれ、もう1体誰？こいつ。フライゴンだとしたら、耐えきれないよ。あ、やったわ。まず眠らすか。あ、砂嵐ね。フライゴン可愛いな、なんか。つぶらな瞳で。あれ、目飛び出すぎじゃね？つぶらな瞳とはいえ。弱点むき出しだけどな。眠っている。これでもうさ、PP アイテムないんだよなー。こうなっちゃうと。取りに行かないといけなくなっちゃうな。フライゴンは 1AK 倒さないときついね。竜の息吹。17しか受けない。やっぱちょっと特防は高いっすね。サーナイト。すごいね。サーナイトで特防受けとかはなかったんですか？さすがに HP 低い？でも催眠術と夢食いあるもんね。どうなんだろう。あと影分身もあるもんね。なかなか鬼畜なことできそうだけど。サーナイトはどうやって戦ったんだろう。でも、夢食い催眠術、影分身。もう一個何？わかんないけど、強そうだけどな。よし。行きましょう。あ、一応そういえばね、ずっと持ち物王者の印です。なんか一回もひるんでないけど。よし、行こう、大悟さん。まあ、マジで負けたくないんだよな。安全に行きます。こいつ、まきびし独特だから、当たんない。はい、全然違った。なんでストロングスタイルなの、急に。おい！いや、なんだ、最初の鋼の翼がなんだ。よし、やっと当たった。いや、まあ、でもな、これ違うんだよな。ネントールいるからさ。エンドールいるからな。瞑想本体いっぱい積まないと無理なんだよな。
はい、特防上がった。いやだ、ここであれか、瞑想とシャドーボール変えればいけるか。まあ、てか元からシャドーボールでいけんのかな。いやでも花月がきついんだよね、そうなると。うん、そうなのよ。エアームドに電気な、これ通るのがいいよね。で、ペットパンチ耐えるか、これ。ギュレイドル、岩草ね。いや、これでも回復しときたいな。よし。夢食いでもよかったな、正直。いや、でもそれは使いづらいか。毎回催眠術しなきゃいけないもんね。眠っている。まあ、再起寝で落ちるでしょう、さすがに。はい。まあ、ユレイドルの能力値知らんけどね。こいつ意外と強そうだよな。見た目よくわからんけど。あ、念通り来ちゃったよ。あー、いやもうこれやる技ないんだよね。あ、でもコスモパワーだっけ？コスモパワーやられないんだったらこのまま突っ込んでもいいけど。うん。ぜえぜえぜえ。とりあえずどんぐらい与えるか見ようか。瞑想何回やったっけ？俺1回だっけ？ 2 回か。どのぐらいですか？あー、でも、おい、全然与えんじゃん。強っ。あー。くそったれだな。じゃあまあ、お茶濁すっか。そっか。そんなことしたら瞑想するしかなくなっちゃうんだけど。あと2回ぐらい積んだら両方一撃で倒せちゃうよ、だって。どうしよっかなぁ。暗いな。トレーナーにボールを弾かれた。人のものだと。あ、このセリフはずっと一緒なんだね。いやいや、ごめんなさい。ちょっと、光の壁をね、うん、モンスターボールで破壊できないかなって思って投げたら、トレーナーがわざわざ弾くに来るっていうのもおもろいよな、正直。ダイゴさんが弾いたんだ。ダイゴさんゲットできればよかったのに。あ、光の壁もう終わった。もう5ターン経ったっけ？ごめんなさい、なんか5ターンじゃ、なんかダラダラ過ごしすぎたね。はい。えい、いやでもこれさ、どうしよっかな。一撃じゃやられないと思うんだよな、さすがに。メタグロスね。うーん。ボスゴドラからか。いや、落ちんじゃないのこれ。暗いな。ボスゴドラが岩鋼というのをついに覚えたからね、俺も。10万ボルト引くの分かってたから。からのアーマルとか。え、岩虫。はい。この辺は余裕だよな。え、これなんでさ、メタグロス最後なんだろう。エスパーだからかな。アーマルトも本当は使いたかったんだけどね。メタグロス。はい。どうなんだろう、どんぐらい与えるか。いや、でもさすがに倒さないよね。半分はいくよね、でも。ああ、まあそっか。大丈夫ですか？これが怖かったけど。おーい！やっぱ瞑想なきゃ無理だったよ。ああ、結局。無理だったね。はい。いやー、でもまあやっぱ積み技あるとね、こうなっちゃいますね。まあでも、自力で覚える技なんで、まあ許してください。まあ、フートランからもらった技マシンの瞑想は今後使わないようにしますけど、まあさすがにこれはきつかったな。はい、そんな感じで、色違い、ラルトスバージョンね、無事クリアすることができましたと。まあどうですかね。まあとりあえず、なんか正直、結構きつかったですね、俺的には。え、なんかさ、俺一匹縛りプレイの時に、なんて言うんだろうな。順調に進んでてもきつく感じるやつとかの差があるんだよな、結構。楽しくないやつがね、辛いんですよね、とにかく。で、こいつは楽しくなかった。うん。悪タイプにわざわざ悪あがきにしなきゃいけなかったり、念力しかなかったりね。
まあ、あと瞑想を使わざるを得ないっていうのもちょっとね、やっぱ面白くないですよね。まあでも見た目が可愛いのと、キルリアのお尻が可愛かったぐらいかな。まあほら、結局6時間もかかってるんで、こいつ。そうなんだよな、つまんなかったな。正直。てか、もうちょっといけると思ってたんだよね。まあ、まあそんな感じで、まあポケモン一匹シャイプレイね。ガルトスバージョン、無事クリアすることができましたと。なんかもうちょっといいポケモンいないかな、3世代目。まあ、キノココぐらいは結構楽しかったんだよな。なんかメタグロスも、タツベもね、ちょっと最初がしんどかったもんね。まあ、てか、ルビサバがきついのかな。陶器がきついんだよね、何せ。まあ、命令聞かないのが良くないか。次ちょっと命令、卵から産もっかな。アブソルどう？アブソル。アブソルちょっと、どう？ちょっと技調べて、アクタイプ以外も覚えんだったらアブソルやってみようかな。卵産んで。まあ、とかいろいろ考えてますね。いや、でもやっぱな、ちょっと辛かったな、今回。辛かったというか、楽しくなかったんですよね。あ、これね、弱丸やろうとしてやめたから一回交換はしたんだけどね。もうちょっとちょうどいいモンスターいるとな、いいな。でも俺もルビサファーなかなか覚えてきたでしょう、これ。うんうん。なんかいい感じだな。まあ、結構楽しいですね。覚えてきてしまえば。まあ、ただ、ちょっとやっぱね、ルビサファーはね、マップがちょっとね、俺苦手なんだよな、ぐるぐる回って。っていうのもあって、まあ、ちょっとね、先延ばしにしよっかな。次の上等のポケモンね、とか一回ハッサムとかも考えたんだけど、技が微妙だったんだよな、なんか。やっぱ4世代目ぐらいからやりたいか、4世代目も考えよっかな、そろそろ。でもなんか専用の機械ないとできないもんね、なんか、DS のは。あと、しかも DS でやりながらやることになると思うから、ちょっと慣れないんだ。あー、DS 見ながら実況ってむずそうだけどな。まあ。まあ多分ね、やるとしても1年後とかなんで、あんま期待しないでください。はい。まあそんな感じで、ラルトス。まあもう使わないかな、今後。こいつ。人気ありそうだけどね。ラルトスってでもどうやって使われてたんだろう。多分戦闘とか対戦か。で使われてそうな感じしたけどな。強いし。あと、エメラルドでやろうかな。やっぱ技の種類はもうちょっとないとつまんないですね。まあ、気が向いたらエメラルドで。まあでも、やろうかなって言っても、教え技が、だって、簡単に教えてもらえるもんなのかな。とかもわかんないんであれですが、とか考えてたりするんで、よかったらまた次回も、よろしくお願いします。はい。そんな感じで、いつもご視聴ありがとうございます。コメント、高評価も本当に、ありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。